ああ、はい、皆さんこんにちは。長岡 HR420 桃助です。今日は初体験のならアウトドアシーカヤックをやりに若狭湾にやってきました。シーカヤックにはシットインタイプとシットオンタイプという2つのものがあるんですけども、シットインタイプっていうのはみんなが多分ね、カヤックっていうわけで言って想像する、中にスポッと下半身がね入るやつです。今回体験したのはシットオンタイプという、上に乗っかるね、比較的簡単に扱えて、シットインタイプほどね、スピードは出ないんだけども、近くのね海を回って遊んだりとか、あとフィッシングなんかにもね使える、多目的に使えるカヤックです。いや、こんだけ波静かだったらいいね。そうだ、ザボンザボンなってたらさ、今日は日取りが良かった、俺のおかげだと。ほんまか。みんなに雨男っていつもいじめられてます。ちょっともうすけ難関だぞ、この狭いとこ通るの。ゆっくり漕ぎゃいいんだよ、ゆっくり。はい、はい、ぶつかるぞ。おう、おう、進め。あー、そうなんだ。雨降ってたからか。昨日からやっと晴れたの。はい、行けるんですか？行けるんですけど、もう先に手が狭くなって、行き止まりというか、ああ、そういうことか。帰ってこなきゃいけない。そういうことか、そういうことか。通れるわけではない。だから、後ろこぎで。バックしてこいっていう話。そうなんです。じゃあ、ってくる。挟まって出てこれなくなる。頑張って引っ張りに行こうかな。すげえな、こう。まだいけるな。変な虫いるぞ、いっぱい。ライトがないな。ライト、ヘッドライト持ってくればよかったな。これ、こう動くか。こっちあるよ、こっち。そこカーブ入った、出れなくなるな。これ曲がったら出れなくなるよ、つまって。ああ、いや、こういうとこ来れるのはカヌーならではだな。バックしろ、バック、バック。ああ。そりゃそうだろうな。へえ。旋回すると。旋回。ああ、そうね。もうやっぱ9月は来る人少ないんですか。そうなの。天気がいまいちだからかな。だからだと思う。はいはい。そうだ、すごい層になってる。
着。よいしょ。じゃあいただきます。うん、うまい。どう、味見てない。すごい、鳥が、こんな大きな鳥が、うん、うん、どうでしたか今日は。珍しい遊びをしてみたけど、うん、楽しかったですね。いや、いいね、やっぱこうエンジン付きの乗り物で、まあ、行くのもいいけど、やっぱね、カヤックだと自然の音がよく聞こえて、でこれで調達したら、あとはこれですよ、これで時間をちょっとつけて更新したいなと。ああ、いいですね。あの、あと無人の浜に行ったけど、あの無人の浜に、あれ、イースポシーズンに CB 機持ってったら、イースポやり放題、やり放題、しかも誰にも気兼ねすることなく、うん、大きな声で叫べるのでいいですよ。そうそう、ちっちゃい無人島もいけるんじゃないかなと思いますね。ちょっとまた早く練習して買って、買って、あ、注文だけするから支払いはよろしく、はいはい、あの今回このアフォボーヤさんで、お世話になりました。チーカヤックはじめいろんなね、自然アウトドアで遊ぶ企画をされてるみたいなんで、説明欄の方に、ホームページのリンク貼っておきますので、そちらの方もチェックしてみてください。以上、長岡 HR420 桃助と兵庫 TF246 もぶすけでした。バイバイ。バイバイ。モモチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね、日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またモモチャンネルでお会いしましょう。